ノルメラトニン、または N、アセチルセロトニンは、セロトニンからのメラトニンの合成の中間体として、天然に生成する化合物である。アルキルアミン N、アセチルトランスフェラーゼの作用によって、セロトニンから生成し、アセチルセロトニンをメチルトランスフェラーゼの作用によって、メラトニンになる。メラトニンと同様、ノルメラトニンは、メラトニン受容体 MT1、MT2、 MT3 のアゴニストとなり、神経伝達物質でもあると考えられている。さらにノルメラトニンは、セロトニンもメラトニンも分布しない脳の特定の核分に分布し、これは、単にメラトニン合成の潜具体としての役割を果たすだけではなく、中枢神経系における独自の機能を持つことが示唆されている。近年、ノルメラトニンは、セロトニンやメラトニンと異なり、 強い TRKB アゴニストとして働くことが示された。TRKB が仲介する強い抗うつ、神経防護、神経栄養効果を示す。さらに、ノルメラトニンを書くアネッとノックアウトマウスは強制水泳試験等の抗うつ試験において、不動時間がかなり長くなることが示された。またノルメラトニンは、 選択的セロトニン再取り込み阻害薬や、モノアミン酸化酵素阻害薬の抗うつ効果に対しても、重要な役割を果たしている。選択的セロトニン再取り込み阻害薬のフルオキセチン、やモノアミン酸化酵素 A 阻害薬のクロールギリンは、セロトニン作動性の機構によって、アネットを間接的に髪型調整し、それによって、慢性糖予後にノルメラトニンの濃度を上昇させ、 抗うつ効果を発現させる。さらに、光の照射は、ノルメラトニンの合成を阻害し、モノアミン酸加工素阻害薬の抗うつ効果を下げる。これらのデータは、ノルメラトニンの気分調整や抗うつ効果に対する役割を強く支持している。また気候は未知であるが、ノルメラトニンは、モノアミン酸加工素阻害薬による治療に伴って、 見られる、起立性低血圧の原因でもあると考えられている。ノルメラトニンは、ネズミの血圧を低下させ、消化体切除は、ノルメラトニンやメラトニンの合成の場であるによって、クロルギリンの低血圧効果はなくなる。しかし、同じように、ノルメラトニン濃度を上昇させる選択的セロトニン、再取り込み阻害薬で起立性低血圧が見られない、理由はわかっていない。 ありがとうございます。